セリーグ阪神1 1DNA2024 年4月23日横浜阪神は終盤のさよならのピンチを4イニング連続で耐え抜き執念のドロー連勝継続にも望みをつないだこれで今季の延長戦は5試合すべてで負けなし試合後報道陣の取材に対応した岡田監督も負けへんことが大事と引き分けの価値を強調した以下は一問一答 終盤はしのいでしのいで。なあ、村上に勝ちをつけたかったけど、なんかジャクソン、合わんな。京セラもそうやったけど、刺されるんやろうな。タイミングがずれているのか、荒れ具合も嫌な感じだった。高めのな、ストライクの見極めやけどな。刺されてるみたいな感じでな。8回まで村上を行かせたのは、勝たせたかったから。いやいや、それは、なあ、なんとか、ねえ。 後ろもあんまり使ってなかったからな。リリーフ陣もみんな行けたんやけどな。もう一イニングで、もしも点を取ったら勝ち投手やったから、あそこまでの1 1 9、くらい行ってたから、あそこはまあしゃあないな。敬遠はバッテリー判断か。そや、オーン、山本が嫌や,やったんやろ。前回も京セラで打たれてるからな、あれな。中継ぎも踏ん張った。まあまあ、それはもうあれや。 向こうも左ばっかりやからな代打もな。今日は左ピッチャーを行くしかないと思ってたけど、ここ何日か投げてないピッチャーも多かったから、誰でも送り出せる状態やったから、6回の同点は中野も森下もボールの見極めができていた。そうやなあなかなかなあ最初もヒット出てるけど、ラッキーヒットばっかりやからな、初回でも。 なかなかんで捉える打球はなかなか少なかったやろ。なんかちょっと合わんのやろな、ジャクソンの。